OK、皆さん、ここまで来ました。まあ、もう本当にただついてきただけなんで、もう、面白いことも特になかったんで、カットしましたね。まあ、いろいろ検索すればあるんですけど、検索っていうか、散策すればいろいろあるんでしょうけどね。とりあえず、ここまで来たということで、いいね。レジスタンスになるんで、あとは、これをついていくだけですね。入り口は近いよと。完璧だ。パーフェクト。OK。長かった。長かったです。やっとビッグママに会えますね。いるんだよスネークが。ママに会いに来た。こいつが例の。どうなんだ。この男全く気配がなかった。こいつだよ。いや、こんな老人のはずは。あ、なにこれ。すげえな、やっぱり。切るなスネーク。おお。リンゴか。見事な CQC ね、スネーク。間違いないわ。彼が伝説の男よ。来ました。私がママ、ビッグママよ。年取ったな。あんたに用がある。ライデンから聞いた。デイビッド。大きくなったわね。あ、そっか、本名か。人のあばらから生まれたのは私ではなく、あなた。でもあなたを産んだのは私。私はあなたの母親。おい。恐るべき子供たち。クローンだって試験管で育つわけじゃない。生まれるには女の体が必要だわ。つまり代理母。冷たい言い方ね。私はあなたたちを産んだ愛国者たちのために。俺たちを産んだ。禁断の果実。皮肉ね。化粧してんだね、ちゃんと目のとこね。昔あんな美しかったのに。ついてきて、詳しく話すわ。ほう美しかったのに。 3 のね、私を追っているのはリキッド、あなたの双子。彼のことなら
あなたよりよく知っている。ゼロに対立している男、かつてはオセロットだった。心をリキッドに支配された男、ゼロ、愛国者たちの創始者。創始者？そいつはいつの話だ？ほんの40年前よ。まだアメリカとソビエト連邦が対立していた冷戦の時代、あの混沌とした時代に愛国者たちは生まれた。私もそれに関わっていたの。ええ、そう、創設者のメンバーの一人。あんたが。ゼロが作り出した愛国者たちは、冷戦以降のアメリカ国家を管理制御し続けてきた。それは形骸化され、今は AI に受け継がれている。その AI こそ戦争経済を作り出し、サンズ・オブ・ザ・パトリオットを生み出した元凶だけど、私にも責任がある。組織を作り出した罪がある。あなたの父親、ビッグボスと知り合って間もない頃よ。1964年、ソ連領内で開発されていた新兵器をめぐって、私は CIA のスネークイーター作戦に協力することになった。あるエージェントをサポートするのが私の任務だった。そのエージェントというのがスネーク、後のビッグボスだった。スネーク。ええ、ネイキッドスネーク。当時の彼のコードネームよ。あの人は息子のあなたに自分と同じコードネームをつけたのね。この作戦の指揮官が特殊部隊フォックスのゼロという男だった。当時の私は中国の二重スパイとして働いていた。だから私の目的は中国のために賢者の遺産という莫大な秘密資金の在りかを探ることだった。でも私は失敗して中国を追われる身となった。蛇から奪ったリンゴのおかげで私はエデンを追われた。逃げ延びた先のハノイで私は彼と再会したの。その頃ゼロは莫大な研究資金、賢者の遺産をもとに伝説の英雄の遺志を継ぐ新たなる組織として愛国者たちを発足した。当時のメンバーはビッグボス、シギント、パラメディック、そして指揮官のゼロ。そうそう、忘れてはならない人物がもう一人、ソ連に残って情報提供者として支援してきたオセロット、今のリキッド。ハノイで彼に救われた私はアメリカに渡り、彼らの組織に加わった。ゼロが目指していたのは思想、意識の統一化。彼はそれがザ・ボスの意志だと信じ、愛国者たちのメンバーもそれに従った。ザ・ボス？大戦中の伝説の英雄、特殊部隊の母とまで言われた。あまりにもカリスマ性が強すぎたのね。その存在を恐れた CIA に抹殺された。もし彼女が生きていたなら、この21世紀は変わっていたかもしれない。私たちはザ・ボスの意志に影響され、彼女の意志に寄り添うようにこの組織を結成した。だからゼロは人々を導くためにはある種の特別な存在が必要だと考えた。そこでゼロはザ・ボスに次ぐ最後の弟子、ビッグボスに目をつけた。ザ・ボスと生を最も共にし、最も受け継いだ存在であるビッグボスこそが遺恨にふさわしいと。ゼロは世界を救った英雄、ビッグボスを偶像として祭り上げた。真実と虚構を織り交ぜながら、誇張、偽装、詐称したビッグボスの物語をばらまいて有力者たちを束ねていった。いつの時代にも人民をコントロールするための象徴が必要なの。
星条旗に変わるものがね。めっちゃわかりやすかった今の。オセロットが入ってたの知らなかったな。ゼロもまた政治や時代とともに変わっていった。やがて支配欲にとらわれ始めたゼロと、それに利用されるビッグボスの間に軋轢が生まれていった。ビッグボスの心が離れていくことに気づいたゼロは保険が必要になった。組織の偶像であるビッグボスの存在を永遠とするため、ゼロは本人にも知らせずにある計画を進め出した。それが恐るべき子供たち計画、最強の戦士ビッグボスのクローンの創造。計画は当時パラメディックと呼ばれていたクラーク博士が中心になって進められた。それこそ数十回の失敗の後、受精は奇跡的に成功した。成功した人工受精には博士の助手であった健康な日本人女性の卵子が使われた。お前、東洋人の血が流れているな。ビッグボスを出産する。私はそのために代理母を志願して、喜んであなたたちを受胎した。私は彼を愛していたの。9ヶ月後、私は2人のビッグボスを産んだ。それがあなたとリギット。 DNA とかクローンとかそんなこと関係ないわ。普通に子供を授かるのと同じ、あなたたちは私がお腹を痛めて産んだ子供だけど、この恐るべき子供たち計画がゼロとビッグボスの亀裂を決定的にした。ビッグボスは愛国者たちを脱し、ゼロに反旗を翻すことを決意した。彼は米国を離れ、傭兵派遣会社を作り、世界をさまよった。ごめんなさい、あなたは父親に望まれた子供じゃなかった。人の命を操るものじゃない、それは分かっていたけど、私はあなたが欲しかった。ビッグボスがいなくなってからゼロはまさに暴走した。ピース王冠の時にすでにいたんですね。ゼロは世界の秩序と統制を望んでいた。幾度とない戦争を経て資金を増やし、その発言力はホワイトハウスの意思決定にも影響を及ぼすまでになっていた。デジタル技術、IT、ネット、遺伝子技術の進化とともに、愛国者たちは莫大な力を手にしていった。そして世界中に根を張り繁栄した。そうやって愛国者たちは陰で国家を動かす存在となった。いつの間にか世界の警察をおごる愛国者たちは、世界をも統制し始めていた。やべえ。面白すぎる。つうか、この説明ほんとわかりやすいですね。すごいわかりやすいわ。最高だな。意思は間違っていない、だけど実行のプロセスが間違っていた。軍を利用し、兵器開発を進め、資金獲得のため情報によって人々をコントロールしようとした。ゼロは外側から内側の意識を統制することに固執していた。だけどそれがザ・ボスの意思だったと思えない。ゼロもビッグボスもザ・ボスの意思を間違って解釈したの。ザ・ボスへの深い畏敬の気持ちが彼らを分かった。そしてゼロとビッグボスの戦争が始まった。ザ・ボスへ近づこうとする2つの異なる解釈が世界を分かったのよ。すべてはゼロとビッグボスの冷戦が発端。皮肉なものよね。思想の違い、信仰の違い、人種の違い、彼らが起こした戦いもこれまで人が犯した過ちと変わらない。最初はほんの小さな行き違いだった。
それが大きな亀裂を生んでしまう。そこにはもうザ・ボスの尊い意志など存在しなかった。憎しみ合い、互いを滅ぼそうとする戦いだけがあった。ビッグボスはある計画を胸に米国に戻り、再びフォックスハウンドの司令官に就任した。ビッグボスはアウターヘブン、ザンジバーランドでゼロに対するクーデターを企てた。でもあなた、自らのクローンであるソリッドスネークにどちらも阻止されてしまった。ゼロは瀕死状態のビッグボス、そしてグレイ・フォックス、フランク・イエーガーを回収。フランク・イエーガーは全身に改造手術を施され、サイボーグ忍者として生まれ変わった。脳死体となったビッグボスは死んでもなおゼロに囚われる存在となっていた。ビッグボスは誰よりもゼロにとってかけがえのないイコンだったのよ。いえ、本当はゼロにとってビッグボスはかけがえのない友人だったはず。虚しいね。そんなビッグボスの裏切りから彼は生という不確かなものを信じることができなくなった。3で仲良かったもんね。彼は国家も組織も誰も一人として信じなかった。ゼロは組織を次の世代に託すことを放棄した。そこで彼は集積した情報から意思決定を下すシステム AI ネットワークを立ち上げた。 GW、TJ、AL、TR という4つの AI を電脳のラッシュモアさんに構築した。そしてそれを束ねる中枢となる AI ジョン・ドーを創造した。GW、 5年前に破壊したあれのことか。そうよ。 GW が投棄されてからはジョン・ドーと3つの AI が世界経済、政治、法律、規範、文化、あらゆる情報を管理している。戦争経済もそう。システムによる世界管理の陰でビッグボスは死ぬことも生きることも許されず、脳死体という牢獄の中に未来永劫幽閉されている。ゼロは友人をつなぎ止めるため、世界を統治するため、彼を生も死もないイコンとして祭り上げた。まるで宗教だ。もちろん私とオセロットはゼロに囚われたビッグボスの解放を計画した。ナノマシン研究の権威だったナオミ・ハンターを組織に引き入れ、フランク・イエーガーを使ってクラーク博士を殺させた。オセロットはダーパの局長になっていたシギンとドナルド・アンダーソンを事故と偽って拷問中に殺害した。シャドウ・モセス事件。パラメディックとシギンとは死んだ。これで残されたのはゼロ一人。でも引き換えに私はオセロットを失うことになってしまった。オセロットは国防省でもロシアでもましてゼロでもない。ビッグボスのために戦っていた。彼はビッグボスを損失していた。リキッドの右手を移植したのがきっかけで、彼の思念、精神に体を支配されてしまったの。肉体はオセロットでも、精神はリキッドそのもの。私は最後の一人になった。だけど協力者が現れた。ライデンか。私は彼と会った。ついにビッグボスの居場所を突き止めた。彼が入手した GW のデータに記されていたの。彼と私はビッグボスを取り戻した。だけどビッグボスはゼロによって眠らされたまま。ゼロはどうしてビッグボスを生かしておくんだ。人は伝説が好きなの。死のない生。ゼロはメシアを作りたかった。リキッドの狙いはビッグボスの体だ。
ここにあるのか。合わせてあげる。ビッグボス。これがピクス性質よ。久々にご対面ですな。彼の意識はナノマシンによって生きながら幽閉されている。だから正確には脳死状態ではないの。自分のエゴのために人の精神を操るゼロの罪をリキッドが受け継ぐことは許されない。オタコ、スネーク、ナオミが。どうした？いないんだ。ノーマドからいなくなってる。いつからだ？1時間も経ってない。サニーと一緒にマッドナー博士のところから戻ってきた直後、姿をくらました。なぜ目を離した？メガネを外してたんだ。ナオミ自身が言っていた。自分がいなければ実験は成功しないと。ナオミがリキッドのところに行ったっていうのか。ライデンは？そっちはうまくいってる。透析機と ICU を無事ノーマッド機内に運び入れた。今ライデンの透析と治療を開始したところだ。治りそうか？ああ、心配ない。サニーがナオミから引き継いだ。ただし透析に48時間はかかるそうだ。それまでは動けない。おい、あれ、おお、懐かしい。離れて。いたね、こんなの。ああ、だー忘れてた。見つかった。移動しましょう。はい。スネーク、 PMC が集まってきてる。まずい、ヤモリも向かってる。突入まで5分もない。準備はどう？なんとか。運河からのルートで本物を逃がす。準備を急いで。よし、盛り上がってきた。こっちよ。おとりの番を用意して追っ手を分散させる。このカットシーン面白かったな。出たー、かっこいいな。あの子たちはみんな孤児だった。彼らはみんな兵器工場で働いて、大きくなると PMC に入りたがる。両親を殺した PMC に復讐するため、その稼ぎで弟や妹も養える。なるほど。PMC の中にはそんな少年兵たちがたくさんいる。電脳に入れば戦争訓練は誰でもできる。若者に人気の FPS なら PMC が無料で配信してるから。もちろん仮想訓練だけど。彼らは手軽に戦争ゲームにのめり込んでいく。怖いね。気がつくと PMC で本物の銃を握って。そして自分たちの人生とは何も関係ない代理戦争を演じている。戦い続けることがクールだと思い込んでいる。戦うことが生きることだと思い込んでいる。戦う意味など不要なのさ。ふん。彼らの心にはゲームでしかない。全ての根源はゼロよ。
リギッドを倒すだけではダメなの。愛国者たちのシステムを止めなければこの連鎖は終わらない。ビッグママ、乗って。さてと、トライアンプ。そこら中で戦争してるおかげで、石油もバイオ燃料もダイヤモンドみたいに貴重でね。しばらく乗ってないの。大丈夫か？私がバイクを降りるのは死ぬ時か。恋をしたとき。ビッグママ。エヴァって呼んで。かっこいい。ちょっと鳥肌立った。かっこいいわ。来ましたな。ビデオ。3B71051。かっこいい。よし。とりあえず今日は。ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また続きやっていくので見てください。いや、ここから面白いよね。結構ここからテンポ早く進んでいくのかな。ビッグボスの遺体を敵の手に落とすわけには絶対にいかない。運河の脱出ポイントまで遺体を無事に送り届けるんだ。ケオタコン。OK。ということで、皆さん。Peace out!